こんばんは。お元気でしょうか。本日よりですね、新しい、アドベンチャーゲームアナザーマインド、ちょっとおすすめされましたので遊んでいきたいと思います。よろしくお願いします。買ったらこんなゲームでした右下には何もおりません。そうですね、久々ですね。昨日もねちょっとできるかなと思ったんだけど寝ちゃったコローンって横になっちゃった。あ、団長に帰りたき、あ、そうですか、すいません、申し訳ないです。しばらく団長でよろしくうん、私もねなんとなく聞いたことがあったような名前なんですけど、結構ね面白いらしいですよ。で、結構ね短いみたいです。のんびりできたらまあ1ヶ月くらいで終わるのかなと。どこで出るのかな、右下私が買ったねゲームはねこんなパッケージだったんです。マコ1個目さんいらっしゃい、チゲタありがとう。レオさん、カモメさん、ジェイさん、5個目さん、ハヤシライスさん、7個目さん、斉藤さん、チャルさん、10個目さん、11個目さん、タスケさん、キクヨさん、ゼノスさん、ウィンドさん、N さん、17個目さん、20個目さん、サーバーは、アナザーマインド内容を覚えてないけど面白かった記憶があります。M さん、楽しみですね。犬さん、シフさん、ロクちゃん、あっちゃん、ノリトペさん、ジョナさん、百式さん、ド M さん、白犬さん、虎の牙さん、クロムゼさん、ワコソハランボうん、前回までね、マニアックマンションというちょっと鬼畜な難しいアドベンチャーをやって頭がパンパンだったんで、今回はおそらく読み物ゲーの選択式のアドベンチャーになるかと思います。まあのんびり、49個目さん、ウギさん、ノリさん、55個目さん、こんばんは。クソゲー以上クソゲー未満さん、ラグビー部にも注目、ラグビー部、58個目さん、物欲さん、係長、シュンさん、ソラさん、プカさん、ユーシーさん、サニーさん、そしてサニーさんお二人目、ヨシキチさん、自然な右下、チッパイ、83個目さん、5個目さん、うん、オリガさんです。ちょっとね、亡くなって残念ですけどアルバムを出してみました。マットさん、モチャさん、みかんさん、アチャヒさん、お疲れ様。99個目さん、お疲れ。夏目京介さん、ターボーさん、105個目さん、今回はね、まったりできると思うんで106個目さん、もりもりさん、ラクタさん、真ん中誰だろうね。今は多分芸能界であんまり見ないような方なのかなと。アイドルかな。まあ、ご今日は期待します。うん、111個目さん、まあ初回はみんな気になるよな。まあどんなゲームかだよね。うん、まったりできるのを選びましたまあこういう読み物ゲーの何にしようかなと迷ってたところでおすすめをいただいたんでちょうどいいなと思って。ちなさん、119個目さん、お風呂から、うん、のぼせないでね、一人別格のドヤ顔121個目さん、ゴーストさん、いらっしゃい。どんなゲーム、いや一応ね、パッケージの裏というかちょこっと説明書を読んだんですけれども、まあ主人公の女の子の中にもう一人の人格がいると。で、あんた誰よって、そういうお話っぽいですね。サスペンスなんですかね。人が死ぬのかはわからないですけど、友近似てるか友近より可愛い気がする。ことだまろぜさん、139個目さん、いらっしゃい。これマニアックですかね、料理ゲーかなビミーマルさん、いらっしゃい。明智警部、いらっしゃい。説明書っていうか裏側パッケージの、シェフはここにおりませんよ、いらっしゃい。スハラワゴズ、いらっしゃい。147個目さん、いらっしゃい。どんなドラクエ風かね、面白い予感。じゃあまあやっていきましょうか。
プレステ1なんでプレステ3でやります。音出てたかな、どんぐらいだろう。メンバーがすごい、全然わからないです。また懐かしいのやってる。いらっしゃい。初見プレイだぜ。右下おかしくなかった、おかしくなかったよ。まだ可愛い壁紙して、プロレス間に合わんかったわ。スクウェアソフト、うん、これねスクウェアなんですよ実は。あ、そして延長しないとダメですね。ちょっと1時間半。お、いきなりか。合併前だね。うん、お、でかいか。うん、すんごい横長。アナザーマインド、最初から続きから。左上の人わかるな。かけふさん、シェフがいない、出てくるから。うん、1998年ですね。エモさんいらっしゃい。いいかな、このサイズで。最初から17年前。前所持者さらし。実はね、とっても綺麗なのが届いたんですよ。物持ちのいい人の中古だったみたい。ひよくさんいらっしゃい。かけふさんじゃないな、あれ。俺も持ってる、懐かしい。いらっしゃい。操作方法の説明、いろいろな設定と行います。はい。懐かしいね、このコントローラー。がっちゃん誰もいません。丸ボタン、決定実施を選択した項目を決定、次の会話に移るなど。はい、基本中の基本だね。キャンセル、バツボタン、三角、メニュー画面、メニュー画面っていうのがある。うん、プレステ3だとね、仮想セーブになるんじゃなかったかな、確か。スティックがないね、ほんとだ。グリグリもついてないよ、グリグリ。まあまあ、メニュー画面ではセーブをしたり、マップやスケジュール等を見たり。え、読み物ポチポチゲーじゃないの。一番最初のやつだよね、これね。フルボスかどうかは見てない。ザクロ以来ですね、こういう読み物ゲーは。まあ喉枯らさない程度に。またゲーム中、ショーの区切り等でもセーブするかどうかを尋ねることがある。大事な分岐ということだろうか。あ、こついらっしゃい。どれどれ、いらっしゃい、こんばんは。うんうん、はーい。そこまでの記録を保存するのであれば、そこでセーブしてください。このタイプのプレステコントローラー触ったことない、いるでしょう。今絶対いると思う。20代もぼちぼちあるよ。また長時間にわたりプレイする場合は、セーブをして適度に休憩を取ることをお勧めします。はい。あ、何かを選択するシーンがあるらしい。探索機能あり。長い、サウンドの設定。ステレオにしますか。はい。振動の設定。心臓の弱い方や手先が敏感な方にはおすすめできません。どうしよっかな、ブルブル。ソラフルボイスでいきましょうか。ええ、そんなにびっくりすんの。何よ、心臓の弱い方。ちょっとビビったらやめるわ。カズさんいらっしゃい。だ、ううう、びっくりした。大丈夫、大丈夫、こんぐらい大丈夫だ。振動機能はメニューで、コンフィグで選べる。あっさんいらっしゃい。中んよ。中んよ。ブルーンってした。赤さん、あら、ブルブルいらっしゃい。対話モード、重要な内容ですので、初めての方はできるだけ読みください。はい、皆さんここ大事です。お願いします。対話モード、本ゲームの中であなたはある少女の頭の中に入ることになる。うん、その人自身になるということじゃなくてかな。頭の中からその少女に話しかけることでストーリーを進行していくということは、
あなたは誰というのはプレイ側のことかな。小鉢さんいらっしゃい。おじゃす、振動では泣かない。コントロールするってことかね。彼女と話すをする話すをするためにあなたは対話文を作ることになります。この対話文をどうやって作るのか、君は学校に行くかという例を用いて説明します。はい、お願いします。ちょっと難しそうじゃんこれは君は学校に行くかという3つの部分を組み合わせることで成立している文です。はい、そうですね。ゲーム中でも言葉を組み合わせて対話文を作ることになります。はい、国語力が試されそう練習として君は学校に行くかという文を作ってみてください。はい、行く、はい、行くか、うん、どこに、 where、 はい、学校に。意地悪な順番だったね。正解です。あれは順番がバラバラだからわからないってことかな。試されちゃった。ソハラは恐怖の森をもうやらないのか。やらないです。あ、どうもこんばんは、いらっしゃい元気ですね。この頃のゲームはいろんなシステムがある。なんで英語になったし。うん、まあやってみたらわかるよね。続いて、どういう時に対話モードに移行するのかどうかについて、1番、主人公の少女から話しかけてくる。この場合強制的に対話モードに、あ、向こうから声をかけてくるってことか。自分の中にいる誰かに。2番、もしくは、私から、プレイ側からがちゃん少女に話しかける。あるタイミングで X ボタンを押すと、あなたの意思で対話モードに入れる。わかりました。誰こちゃん、久々ゲームしたいんじゃん。ちょっと待ってよ。そこ、そこ私が座るの。うん、ごめんね。箱、328個目さんいらっしゃい。2のあなたから少女に話しかける場合ですが、まず画面右下の、揺らめいてる画像を見てください。なんかモクモクしてますね。これが対話に入れるタイミングらしい。ふんふん、緑がモヤモヤしてたら入れる。今の状態では、あ、違う、アナザーマインド。今ね、コントローラーがドクンドクンってしてる。楓さんいらっしゃい。右下かっこいいね話しかける状態でドクンドクンってなる。今画面がフラッシュするとともに形が変わりました。脳みそですかね、あれは。この状態で、×ボタンを押すと、うん、話しかけることができる。一部の人は大好きらしい。本当に好きなゲームらしいです。ただマイナー寄りですかね。知らない方も多いですよ、新しい命が。丸ボタンで文字を送れば話しかけず無視することになる。ん？丸ボタンで文字を送れば話しかけず無視することになる。対応を試したい方はバツボタンをどうぞ。はい、入った。基本疑問形だよね、多分ね、話しかけるときって。猫ちゃん、赤津です、いらっしゃい僕は対話モードに入ったか。うん、はい、あなたは対話モードに自分の意思で入りました。連打ダメってことだね、いらっしゃい。楽しくて好きです。うん、これプレステ1ですね、ファミコンじゃない。少女から話しかけられた場合も、私から話をかけた場合も、対話文の作り方は同じらしい。うん、わかった。選択式というよりは会話をこう作って進めていく感じですね。対話モードできないんだこれから始まるお話はフィクションであり、実在の人物団体等とは一切関係ありません。始まった。
アナザーマインド。第一章、あなたは誰？あなたは誰？これ今もう対話できるよね。あ、できない？あ、あれ？いきなり無言になることできるんだね。自己紹介しよう。僕は、うん、はいはい、プレイヤーの名前ね、デフォルトでいきたいと思います。もしか喋るか。これは真野俊平さんですかね。真の真野ですよね、多分ね。うん、実写なんですよ。無言の方が良かった。不愛想キャラ。伊豆前根さんいらっしゃい。川越だろ。真野っぽいね。どもそうじゃないのか。じゃあデフォルトでいきます。俊平くんで。俊平です。のちゃん。赤澤さんいらっしゃい。真野さんね。私は、はいはい、おそらくその話を頭の中にいる少女、ん？少女の中に私がいるんだから、ひとみちゃんの中にいるってことか。葉山ひとみ、はい。レナードさんいらっしゃい。え？ジバニャンで。私はひとみ、葉山ひとみ。あの、ここはどこ？暗くて何も見えないわ。見えるぞ。ん？あ、違うな。何が見えるかとかないかな。君は見えるか、僕が見えるか。うん。あ、一応戻れるわ。文章戻れる。君の裸が見える。君は僕が見えない。うん。否定形か、見えないにしてみよう。マール様いらっしゃい。これ神ゲー。僕は明日が見えない。ケンタさんいらっしゃい。おかえり。あ、影みたいにしか、俊平のことは見えないと。でも声は聞こえてます。うん。瞳はなぜここに、俊平はなぜここに。自分のことを問いてみようか。僕はなぜここにいるのか。それが、私もどうしてここにいるのかわからないんです。お互いわからないんだ。ただ確か私、そう、私買い物していたの。それで帰るとき車が、あ、事故にあった。ああ、私車にはねられたんだ。ということは私死んでしまったのかしら。あのさん、あなたも事故にあったの？カリスマ新社さんいらっしゃい。クリニーさんいらっしゃい。ジボニャンですね。頭打ったのかな。トモさんいらっしゃい。そうなのか。まあ俊平自身もわからないからな。もうすでにこの選択肢で話して変わっていくのかもしれないね。じゃあ自分もちょっと事故にあったとしよう。そうしよう。今来た、こんばんは、いらっしゃい。マイナーなゲームどうやって探してるの？もう基本教えてもらってます。面白いやつ。自分も事故に遭ったことにしましょうね。そうですか、あなたも事故に。あの、真野さんって何してる人なんですか？わあ。わあ。学生、社会人、隠居。隠居？隠居と無職はまた違うのか。これはニート。ニートでいくか。思い出せないになったら何なの？ランダムになるのかな。あーあー、聞こえない。あーあー、生主。生主。一択。まあ、あとマイナーなやつをいらっしゃい。ああ、隠居なら65円を想像する。思い出せないわ、逃げ。じゃあ圧倒的無職率なんで無職にするわ。無職だ。そうですか。
瞳に気づかれたぞ君たち。君たち関係ないけどそうね、当時はニートだよね。あ、そうですか。いい仕事があるといいですね。慰められたよ、どうするこれで真野さんのことが少し分かったけど、それにしてもなんで私たちこんなところにいるのかしら。うん、でも二人とも事故に遭っている。私たち、本当に死んでしまったのかしら。ごめんねごめんね。死んだ、あ、本当に死んだのだろうか。もしくは、いや俺たちは死んでいないんだと、ちょっと希望を持とうかな。え、二人はじゃないの。どうしようかな、主人公。自分は死んでいないんだと主張しようかな。あ、こつでやんす、いらっしゃい。え、死んだことにしたら終わりそう。そんなバッドエンドがある。全力で無職アピール。もちろんその方がいいんですけど、まあ僕は死んでないと。あ、笑った瞳。もしかしたらってことも。もし私たちが死んでしまったのだとしたら、こうやって話をしているのってなんか不思議。うん、ちっとも怖くないし。真野さんは？うん、ちょっと不安かな。正直怖い。正直にこう、僕は怖い。え、何ですか？よく聞こえないの？怖いんだよ。かすれていく。真野さん？真野さん、意識が離れた。あ、意識戻った。あ、瞳の方だ。すげえ CG だ時代を感じますね、このなんちゅうのカール前髪超サンリューハンターさん、いらっしゃい。瞳の方だよ。先生、患者さんが意識を取り戻しました。至急305号室まで来てください。気分はどうですか。私今先生を呼びましたからね。ここは T 大学附属病院の脳神経科病棟ですよ。脳神経外科。3月23日朝ですね、8時。私はあなたの担当看護婦の村井です。私交通事故で手術後ここに移って来られたんです。あ、結構じゃあ大怪我だったんだね。声ないですね。ナースコス持ってないよ。あ、先生来たあ、先生、脳波の記録はこれです。大丈夫なのかな。葉山さん、こんにちは。いや、はじめましてかな。私が担当医の黒川です。こんにちは。ふむ、葉山さん、少し頭痛がするでしょう。初見さん、いらっしゃい。うん、ありがとう今日からね、やってますこのゲーム、アナザーマインドです。昏睡状態から覚醒した時に起こる一時的なものです。時期に、収まります。昏睡。あなたは事故でこの病院の緊急医療室に運ばれてきました。危なかったんだね。外傷は大したことなかったんですが、意識が回復せずここに移ってきたんですよ。頭部にも、あ、一応異常は見られません。まだいくつか検査をしなければなりませんが、怪我の回復も順調ですし、うまくすれば2週間くらいで退院できますよ。2週間、14日後か。それではお大事に。ちゃんと向こう向くんだ。看護婦さん、はい。私どのくらい気を失ってたんですか。看護婦さん、ええそんなに長く。じきに先生の方からお話がありますから。3日。今は体力を回復することだけを考えてください。1週間。私が言ったってこと先生には内緒よ。はい。1ヶ月。えらい昏睡状態だったね。15年
もっと年食ってるよ。京子さんいらっしゃい。うん、知る人は知るゲームらしいですね、アナザーマインド。写真が小刻みに動いてるようになる。うん、写真というかね、あのムービーっぽいんですけど、配信ではカクカクしてるかな。シューマッハよりマシじゃないか。たった1ヶ月ですよ。もう怪我は完治してるんだから、目が覚めたら怪我が治ってるなんて最高じゃないね。なるほど。看護婦さん、はい。意識をな、失っていても夢って見るんですね。夢？気を失ってる時、私夢を見たんです。俊平との会話のことですね。先ほどの男の人と話をする夢。そう、知ってる人？いいえ、全然知らない人。というか姿はちゃんと見えなかったんです。おぼろげな影だけが見えて、声も聞いたことない声でした。どんな話をしたの？まず自己紹介をして、その人マノって言ってました。私夢の中で死んだと思ってて、でもちっとも怖くなかったから、あなたはどうって聞いて、俊平は怖いって言ったんだよね。それで？それでおしまいです。何か答えてるみたいだったんですけど、あれが聞こえなかったんだね。声がよく聞こえなくて。そのうち周りが白くなって目が覚めたんです。こういうのって臨死体験って言うんですか？そうですね、マノイコール、私がプレイする側自己紹介かっこ無職、俺は無職だと説明をしました。マノっていう無職の人でした。うん、どうかしら。あなたの場合ずっと危篤状態だったわけではないから、ただ意識が戻らなかったってことなんでね。うん、あの炎上枠です。ちょっと残り3分出ちゃいますけど、設定がよくわからんくてね。米火のまこいらっしゃい。大丈夫ですよ、延長してあります。臨死体験ではないんじゃないかしら。それよりも私はその男の人の方が気になるな。もしかして葉山さんの未来の旦那さんだったりして。もしそうだったら顔ぐらい見たかったな。お、瞳。あ、お母さんですね。本当にこの子は心配をかけて。お母さん。母ちゃん来た。いろんな人が来るね。さあ、いきなりその晩の夜ですね。これは話しかけられますね。バツボタンで、瞳と話そう。ん？誰かいるの？わかった。何がだ？わかったって何？僕は君の中だと、君と一緒だと。ニュアンスが違うな。君の中だと分かったにしよう。マークキングダムさんいらっしゃい。こんなこと言われたら気持ち悪い。え？え？俊平気持ち悪い？なことないよ。ということは、ということは、あ、君の中とか卑猥？MKT さんいらっしゃい。いる。いる？いるか、いる。僕は君の中にいるんだ。どういうこと？僕は君の中にいる。何言ってるの？あ、ちょっと怖いキャラになっちゃったな。あ、ごめんね、瞳。夢？でもあの声は、そうだ、昨日の夢に出てきた真野さんの声だわ。なんであんな夢見たんだろう。ただいま、ちっちゃん、おかえり。今日は何色だったかな。じゃあピンクで。忘れちゃった。ヨシーさんいらっしゃい。完全にストーカーですよ。マノさんいるの？いるよ。話しかけよう。
聞こえている。キャッ、嘘でしょ。そうだわ、これは夢。あ、目が覚めたのにってことか。なんでかっこつけたの。夢に決まってるわ。これは現実なんだ、瞳。現実じゃない、これは夢。あ、怖がらせちゃう。僕は現実だ。そんなこと、あ、ダメよ、そう答えちゃダメ。あ、幽霊だと思われてる。でもやっぱりなんか変よ、声が。そうだ、ナースコール。はい、どうかしましたか。あのなんかおかしいんです、変な声が。早く来てください。わかりました、すぐにそっちに行きます。早く。なんて言おうかな、ちょっと怖が、変なおじさん、変なおじさんが通報されたな。無駄だ、瞳。聞こえないわ、声なんて。看護師さん早く来て。僕を信じないのかな。あ、看護婦は、看護婦はそのことを信じないだろう。何なのよ一体。怖がらせてる。完全にこのおじさん変なんですなんかね。葉山さん大丈夫ですか。新しいナースさんだ。寺に行け。あ、なんかおかしいんです、男の人の声がして。声？誰かここにいるんですか。いえ、そうじゃなくて、私の中で声が。あなたの中で今も。いえ、今はしません。黙ってるからな。夢ですよ、怖い夢を見ただけですよ。気にしなければ大丈夫よ。でも。うん、そうね、じゃあまた何かあったらすぐにナースコールしてね。はい、信じない、すぐに駆けつけるから。お祓い行かれるかな。こんばんは、いらっしゃい。お薬増やしましょうね。はい、それじゃあおやすみなさい。相手にされないパティンだ。よう、瞳。夢？いいえ、夢じゃないわ。声が聞こえてた。そう、私の中で。真野さん、本当にいるのね。あ、信じてくれてる。大丈夫じゃない、大丈夫か。ああ、はいはい。瞳は大丈夫か。大丈夫、だいぶ落ち着いてきた。よかった。明けおめ、いらっしゃい。ことよろ。でもなんで真野さん、どうして。ごめん、わからない。謝ってみる。あなた言ってたわね、僕は君の中にいるって。あれ本当のことだったのね。ダメ、もう混乱しちゃって。混乱するわな。ちょっと黙ってみる。あ、私前に聞いたことがあるわ、意識不明の人とかが幽体離脱しちゃう話。瞳は何なんだろうね、社会人かな、学生かな。マルチさんいらっしゃい。ポートピアの匂いがする。ポートピア。お風呂に入れないか、瞳。ふーん。僕のことか、幽体離脱。僕のことか。そうですよ、他に誰が。あ、瞳はだから新平は死んでて自分の中に入ってきてると思ってんのかな。あそういうこと。多分何かの弾みで意識が体の外に出ちゃって元に戻ろうとして間違えて私の中に。迷子ですね。とにかく名前は分かってますから、そこからなんとかならないかしら。あ、そうだ、村井さんなら何か知ってるかも。看護婦ですね、一番最初の。聞いてみよっと。大げさだ、やめとけ。なぜ。やめて。
やめとけ。村井さんに迷惑がかかるかもしれないけど、他に頼めそうな人もいないし、頼んでみましょうよ。てんてんてん、好きにしろ。好きにしてくれ。はい、そうさせてもらいますね。まあ普通のいい子ではあるよね。怖がらずになんとか俊平を助けようとはしてくれてる。さあランプはくじです。いらっしゃい。これをね、とりあえずあ、なんかニュースが強盗のニュースですね。パチンコ店、望月さんは意識不明の重体です。村井さん信頼されすぎだろ。あの一瞬で村井さんを信用してますよ。呆れとる。ブラウン管だね。いやね、村井さん、エルシって言ったら隣じゃない、全く物騒なんだから。村井さん、最近この病院で誰か死にました？え、どうしたの急に。私昨日夢の話をしましたよね。ああ、男の人が出てきたっていう。そう、その人あれからまた夢に出てきて、それで変なこと言うんです。変なこと？サビオラさんいらっしゃい。僕はこの病院で死んだって、あ、言っちゃったな。この病院でとは言ってないけど、死んだとは言ったよね。で、君の中にいると、いやね、お化けだったのその人。笑ってる村井さん。うん、それで成仏できないから何とかしてくれって。言ってないそんなこと。ただの夢じゃない、そんなの気にしないことよ。なんだ君は。うん、そう思いたいんだけど。何？本当にこの病院でマノって人が死んだのか、私気になって、だから調べるの。私がダメですか？私たちは患者さんのそういう個人的な情報を関係者以外に言ってはいけないのよ。うん、基本そうだな。成仏ルート成仏ルートか。そうなんですか。お祓いエンドですか。精神科行き。それにそれを知ってあなたはどうするつもりなの。ちゃんと供養をして、それで。供養って、お願い。ふう、ま、患者さんの精神的苦痛を取り除いてあげるのも私たちの仕事だから。でもいい、こんなことを一度だけよ。お、調べてくれるって、ありがとう村井さん。一生に行きます。声が大きいわ。こんなところ人に聞かれたら私この病院追い出されちゃう。あ、ごめんなさい。それで名前なんて言ったっけ。マノシュンペ。え、え、何？葉山さん？え、名前、あ、真野俊平ですよ。今の何だろう、バグかな、怖い。いや爆笑、今の爆笑じゃないよ、叫んでたよ。一瞬名前聞いて叫んだのかと思った。真野俊平ね。あさっての検査までには分かると思うわ。一瞬そう見えたのかな。はい、お願いします。それじゃ。あ、嘘つきか。嘘つきだ。嘘つきじゃない。君は嘘つきだ。うん。成仏したいとは言ってないもんね。うん、でもああ言わないと断られちゃうと思って。もう怖がらなくなったな、ひとみ。何だったんだろうね今の。ダメよの前兆。それにしてもさっきの一体何だったのかしら。村井さんが悲鳴を上げているように見えたけど。見えた見えた。怖かった。真野さんがやったの？正直わからないな。なんだ今の。え、これちょっと怖いですか。わからない。そう、じゃあ気のせいね。気のせいということにしよう。
うん、アンケート取ってないですね。あ、新しいナースさんです。葉山さん、調子はどうですか？頭が痛いとか気分が悪いとかないですか？いいえ、大丈夫です。そうですか。今日は頭の方を検査しますからね。これから検査室に移動します。はい。しばらく入院か、瞳。あ、こつホラゲーかな。いらっしゃい。ホラゲーじゃないと思いたい。脳波の検査してる。このナースもなかなか。お、若い先生が。はい、終了です。お疲れ様でした。一度病室に戻ります。てんてんてん。 CT ってめっちゃうるさい。あの、私の担当だった看護婦さんはどうしたんですか？あ、え、村井さん？最近姿は見かけないんですけど。ああ、村井さん。ああ、びっくりした。彼女実家の方に行くとかで休暇を取ったんですよ。え、休暇？ええ、急に用事ができたとかで。どのくらい休暇を取ったんですか？さあ、私も直に話を聞いたわけじゃないから、そこまでは。そうですか。話聞けずだね。はあ、なんか覚醒してる、瞳。超能力が覚醒してるな。今のなんだろう、消されたフラグかな。葉山さん、どうしました？え、霊安室。葉山さん、葉山さん、倒れちゃった。まさかスタンド。村井さんどうなった？ひとみ、会議だ。おい、ひとみ起きろ。ううひとみ、ううん、誰？俊平です。あ、まのさん。あ、ここは瞳は気を失ったんだよ。そうだ、私廊下歩いてたら急に何かが見えて、それで気がついたらここに。スタンド使いかな。未来のダーリンです。かっこむ。かっこむ。うん、それで気がついたらここに。村井さんが振り向いて、それと確か霊安室って書いてあった。あれは真野さんの仕業？わかんないよね。でも関係はしてると思うんだ。多分無属性否定するかさ、うん、まあちょっと否定もできないし、そうなのかわからない。でもあなたが現れてからよ、あんなわけのわからない夢を見るようになったのは。え、またゾンビ、ザクロルート。あ、イエーイしちゃう。行くか。レイアス行け。ちょっと瞳、一人でいててもそん中だもんな。行ってみようか。怖いな。行っちゃおうか。これからバイオハザードになります。夜中に。瞳はでも拒否りそうだな。行ってみよう。ハーブ探さないと。それは霊安室に行けってことですか？でもなんで霊安室？あなたが死んでいるというのならそれもわかりますけど、なんか冷静に、あ、確認する。俺が死んでるかどうかってこと？
瞳を確認する。もしかしたらもう死んで、それを確認するってことね。優しいな瞳。わかりました。でも今じゃなきゃダメ。今行こう瞳。今行こう。昼間にしましょうよ。やっぱ怖いか。やっぱり怖いもの。ダメだ。そんな、今夜ですよ。怖いわ。幽霊でも出たらどうするんですか。私そんな、とても。僕がついている。でもあなたがついていなければ恋愛室に行く必要もなかったのよ。はい。そうだね、俊平。ちょっとずれてるな。僕がついている感じ。確かにな。偶性だよ、偶性。あ、行ってくれるって。仕方ない、行きましょう。ありがとう瞳。僕は本当に恋愛室にいるのか。でも恋愛室ってどこにあるのかしら。聞く？見る？聞けないよな。地図みたいなのあるかな。あ、案内板あるね。瞳は案内板を見るか。それが一番手っ取り早そうね。よしよし。でもそんな表示あったかしら。え、夜の病院探索。わあ、ちょっと怖いな。どこどこどこで、どこどこ。地下1階って書いてある。恋愛室、恋愛室あった。ちょっとホラータグつけたぐ。はい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 、はい、なブルンってした。大丈夫だよ瞳。瞳は大丈夫だ。あ、僕がついてるから。大丈夫じゃないわよ。もう、もしあなたの体があったらその場で成仏させてやるんだから。いいですね瞳。地下1階ね。来ました、恋愛室。来ちゃった。仕事から時間関係なくよく行くオーラニャに。いらっしゃい。本当にお疲れ様です。成仏パンチ、臨場感あるね。開くか、開く、開かない、開け、ドアを開け。怖いよ。やっぱり入るのやめましょう。大丈夫だ。そんなこと言ったって。お願いだ。ゴリ夢中。え、どういうこと。何が何でもお願いだ。頼む、そんなダダオコみたいに。わかりました、入りますよ。覚悟もできたことだし。ありがとう瞳。入っておくれ。ゴリラのお願いだ。有効度どうだろうね。何も見えない。電気つけれる？ちょっと怖いな。そうしたいんですけど、ご覧の通り真っ暗で、スイッチがどこなのかさっぱり。スイッチ探して。右か左。左かな。左探してみて瞳。左ですか。じゃあそっちから探してみますね。よくわからないけど、それっぽいものはないみたい。じゃあ今度は右の方を。スイッチ、スイッチ。うるさい。
さい。どうした、ひとみ。ジェラさん、いらっしゃい。何かが足に絡まって。何かしら。縄みたい。でもなんでこんなのが。電気がついたわ。あら、今驚いた。拍子にスイッチにぶつかったみたい。でも特に何もないわね。真野さんの死体とかも見当たらないわ。じゃあ僕は生きているのか。そうですね、少なくともこの病院で。助けて。今の聞こえた？聞こえません。さあ、じゃあ私の空耳かしら。助けて。あ、村井さん。縛られてるよ。あ、村井さんじゃない。文字か、看護婦さん。大丈夫ですか？二人組の男に、警察に知らせて。はい。なんか捕まってる。野々村病院の人。電話。確かここにあったはずなんだけど。あった。わあ。すぐなくなるやつね、10円が。警察はこのボタンでいいのね。ほどいてやるや。はい、こちら110番。どうしました？あの看護婦さんが縛られていて。そこは T 大学附属病院。はい。状況を詳しく話してください。それが二人組の男に襲われたとかで、もしかしたらニュースで言っていた。ありましたね、なんかパチンコ屋で襲われてて、言っていた強盗かもしれません。あなた病院のどちらからかけてるんですか？脳神経科病棟の喫煙所です。はい、わかりました。今からそちらに係の者を向かわせますから、あなたはどこか安全なところへ避難しててください。はい。やっぱり看護婦さんをあのままにしておけないわ。ほどく。誰？本当にドモン三王的な展開。ひとみ逃げて。ナイフで倒せるかな。バイオになってる。ただのシェフです。人いないね、病院なのに。自分の病棟帰ってこれた。サイファーさん、いらっしゃい。あれは誰なの？実際わからんもんな。強盗犯？さあ、わかんないよ。さあ、そうですよね。あなたがわかるはずないわよね。もしかしてニュースで言ってた強盗犯じゃ。入ってきたら殺されちゃう。鍵かけよう。鍵をかけろ。鍵ないんか。ここは病室だもん。鍵なんてないわ。見る。見る。外見る。聞いてみようか。うん。周り見てみるか。違うか。何か武器になるようなもの、使えそうなものを見つけるってことね。でもベッドとロッカーくらいしか目ぼしいものは。じゃあ隠れよう。ロッカーに隠れろ、ベッドに隠れろ。ロッカーにしようか。
ハンドガンぐらいあるかも。はい。ちょっと狭いけど、なんとか入れたわ。あとは見つからなければ。来る？意識が。先生だといいけどな。誰？あ、なんだ、起きてるじゃないか。ちょっと失礼しますよ。君、葉山ひとみさんだね。うん。警察だって。食いしん坊万歳。しゃもじ持ってる人だ。山下真司さん。はい。食いしん坊で確定。食いしん坊刑事鳴海健一というものです。万歳。それでこっちは猿渡刑事。どうも。警察が何のようだ。はいはい。あ、瞳の通報で駆けつけたのかな。ラグビーだ。村野武則。え、今の？すごいね、今の人。サラさんこんばんは。いらっしゃい。実写なところがクソゲンっぽいですね。なかなか面白いらしいよ。ちょっとね、舞台が病院でちょっと怖いんですよね。霊安室とか行ったりして。うん、今日の午前1時32分110番通報したのは君だね。そうです。その時のことを詳しく話してくれないか。思い出せるだけでもいい。わかりました。うん、まだ大丈夫。大丈夫です。霊安室あさってました。松岡修造の先輩にあたる。ふむ。じゃあその人物の姿はシルエットでしか見てない。結局気を失ってどうなったかだよね。無事だったね、一応瞳。はい、そうか、それだな。連中が言ってたのは何をですか。 L 氏のパチンコ店、強盗のことは知ってるかい。はい。その強盗は今朝の未明逮捕されたんだが、連中を取り調べたところ、逃亡中に一人が怪我をしたので手当ても兼ねてこの病院の霊安室に紛れ込んでいたらしい。うん。逃げてる最中に怪我したから、看護婦を捕まえて治療させてたってことかな。なるほど。そんなに怪我してたのか。手当てなのに霊安室って。慶次郎さんいらっしゃい。はあ。しかしそこで何か人影らしきものを見て慌てて病院から逃げ出した。ということはそれ瞳たちのことかな。瞳か。病院から出たところを、警ら中の警官が、発見し御用となったと。その人影を連中は幽霊だと言うんだが、全くいいとして何が幽霊だ。瞳のことだったのかな。多分君を追っかけてきたのもその幽霊とやらもここの患者だろう。君と同じように夜中の病院を散歩していたら臆病な強盗に幽霊と間違わられた。追いかけたら君を気を失ってしまった。君はとても怖かっただろうが、真相はこんなところだろうな。でもあの走り方は普通ではなかったです。どんな感じだった。ダダダッと迫ってきたんです。ふむ、そうか。わかった。用心のためにしばらくはこの病院を監視させよう。おい猿、警備の手配だ。猿渡りだからか。ダダダ。ルミさん、今ここに避けるだけの人員はいませんよ。ルミさん。食いしん坊ルミさん、そこを何とかするのがお前の仕事だろう。なんならお前がやったっていいんだぞ。
はいはい、わかりました、なんとかします。なんかこんなお笑い芸人の人いなかった、こんな顔の。はいは一度でいい。これはいいコンビというんだろうか。ルミならなるみさんっていいよ。葉山さん、仮に暴漢がいたとしても我々が警備に当たれば何も心配することはない。はい。うむ、それから他に思い出すことがあったらいつでも構わない、ここに電話して。いいね。はい。サル、帰るぞ。はい。それでは。バチコーン。またすぐそういうこと。ルミさん、ウインクした。うるさい、なさい、こんばんは。かたい。 BL 展開。ん、お母さんだ。あ、退院するんだって。本当にお世話になりました。回復して本当に良かったですね。先生に見ていただかなかったらこの子はまだ意識を取り戻していなかったかもしれません。いやいや、ひとみさんは自分の力で意識を取り戻したんです。私たちはそのお手伝いをしただけですよ。そんな先生ご謙遜を。うん、そうだね。結局村井さんに会えないままだったな。聞いてみようか。うん。先生に聞いてみるか。黒川に。黒川先生だってね。そうね、もう休暇が終わってるかもしれないし。縛られた看護婦は救出されたと思う。全然知らない看護婦さんだったよね。このままお寺に直行かな。先生、村井さんはまだ実家から戻ってないんですか。え、ああ、村井くんか。そうなんですよ。まったく、ひとみさんは退院するっていうのに。長い休暇ですね。村井に何か言いたいことでも。いえ、そうじゃないんですけど。では先生、私たちはこれで大変お世話になりました。どこ行ったんだろうな、俺の3連休。いらっしゃい。3連休だった。エルクさん、いらっしゃい、こんばんは。村井さん、なんか知っててとぼけてる。でもあの悲鳴のシーンも気になるよね。それか、もしかしたらあの間野俊平っていう名前を出した時点で、あの悲鳴はあの時の村井さんの感情であって、知らないふりをしたと、村井さんが。ということは間野俊平はどういう人物なんだろうね。ありがとうございました。村井さんのヒャッハーの原因を知りたい。叫んでたね、あれ。ヒャッハー。ひとみの部屋に行きました。自宅の部屋。だいぶ日付経ってますね。4月2日の午後5時です。ふぅ。お、強制対話モードです。真野さん、なんだい。まだ君の中にいるよ。これからどうすればいいのかしら。よかった、お寺直行じゃなくて。真野さんがどこにいるのかわからないままですし、頼りにしていた村井さんには会えないし。そうだな、村井さんに会いに行きたいな。会いに行け。あ、病院に行け。病院行ってどうするの。見舞うか。見舞え。見舞わない。あ、俊平自身が昏睡状態になってるかもしれないから、僕を見舞うか。伝わるかな、あなたを。あ、見舞いのふりをして。なるほど、わかりました。少し落ち着いたら行ってみましょう。じゃあまだあの病院にいるかもという話の流れか。
あ、ここいらっしゃい。武蔵伝のおまけディスクで見たやつ。おまけディスク。なんか口がうーんってなってる。すみません、お見舞いの方ですね。ここにお名前を記入していただきまして、来客用の札を胸につけてください。いえ、あの間野俊平はこの病院の何号室でしょうか。お、あ、少々お待ちください。間野俊平さんですね。そうです。いるかな。あ、やっぱいないって。申し訳ありません。こちらでは間野さんという方の入院記録はありませんが。退院したとか病院を移されたとかではないんですか。いいえ、そんな記録はありません。そうする、こうすれば早かったんだね。村井さんに聞かなくても。そうですか、わかりました。ダメか。おかしいわ。死んだわけでもないし、入院していた記録すらないなんて。真野さん、あなた本当に何者なの。僕は真野俊平だ。はあ、それは分かっているわ。あ、村井さん、村井さん、てんてんてん。ああ、やっと会えた。もう急に実家の方に帰っちゃうんだもの。あの、私あれからいろいろ大変だったんですよ。ごめんなさい。あなたは。やだ、葉山ひとみですよ。入院中お世話になった葉山さん。とぼけちゃって、村井さんに頼んだこと誰にも喋ってませんよ。私、安心してください。あの、人違いじゃないんですか。私あなたに頼まれたこともあなたのことも全然知りません。そんな。それでは私急ぎますから。村井さん。およよ。ミヤいらっしゃい。な、どういうことかな。ハーブかな。話しかけられる。ふう、なんかいろいろとありましたね。結局真野さんのことは分からなかったし、それに話そう。村井さんがなんで忘れたかだよね。村井のことを話そうよ。村井さんどうしちゃったのかしら。怪しい。謎の男が怪しい、村井が怪しい、黒川が怪しい、先生に怪しいというの。推理モードかな今。村井さんちょっと怪しいよね。村井さんが何か隠してるということですか。でも楽しいんだよな。この状況が見えたのは気になりますね。病院に行くか。ええ、なんだか村井さんのことが心配になってきました。僕のことをもう一回話そう。真野さんのことですか。でも私まだ真野さんのことよく分かってないし。探す、探せ。ええ、僕を探せ、新聞を探せ、電話帳を探せ、辞書を探せ。新聞となると何かしらの事故のことを調べろってことかな。電話帳を探せ。うん、なぜ辞書だろうね。電話帳行ってみようかな。電話帳ですか。そうですね、もしかしたら真野さんの住所が載ってるかもしれませんね。あれは無職だから。
じゃあ持ってきます。探して。あったかな。ないよな。おー懐かしい。これなんだっけ、黄色のタウンページだっけ。昔は普通にこうやって乗ってたんだよね。無料で配ってるんだった。さあ触らはん、確認を。ちっちゃいな文字。今はなんかね、個人情報どうのこうので載せない人も多いし、今もあるのかな。真野さん、真野さん、真野さんって名字ありますけど、真野俊平さんという名前はありませんね。個人の番号ならハローページ。あら？お？なんかまた変なの見つけた。ヒーリングセンター、あずき霊相談事務所。やめてやめて、瞳お払いしないで。霊能力によりあなたのお悩みにお答えします。マノさん、ここに行ってみませんか。僕は幽霊じゃない。そんなのわからないじゃないですか。絶対に行かないからな。ここへ行けばはっきりするんですし、行ってみましょうよ。マノさんが何者かの手がかりを得られるかもしれませんよ。君は霊能力を信じない。僕は霊能力を信じない。はいはい。信じる、君は信じる、君は霊能力を信じる、君は霊能力を信じるのか。もともとそれほど信じてはいなかったんですが、真野さんのこと以外にも不思議な現象がいくつかありましたし、もしかしたらそのことについての話も聞けるかもしれません。もう寝る。知らない。そうですね。明日からすることも決めましたし、今日はもう寝ましょうか。もうちょっと話せばよかったかな。いやだ、俺は行かないぞ。お前は寝るのか。行っちゃうのかな。あ、大将終わった。あなたは誰？大将終わり。さあ、続いて2章ですかな。まあでも読み物系ですね。ツーさんいらっしゃい。病院に戻ってきました。あ、とりあえず村井さんを探さなくちゃ。もう一回来ました病院に。バードさんいらっしゃい。詰まるところなくていいですね。ストレスがなくてまったりできてる。ちょっと恋愛室のとこドキドキした。まさか最初から恋愛室の探検とはな。ここにいないとなると誰かに聞いてみようかしら。あ、この人見たことあるね。あら？あなた、葉山さん？あ、あの時の。あ、ロープで縛られてた人？プレイ中だった人ですか？どうもありがとう。いえ、とんでもないです。ところで今日はどうかしたの？あの、入院していた時にお世話になった村井さんに会いに来たんです。そうそう、縛られてた人。助けてって言ってた。ああ、村井さん？村井さんは今あちこち回ってて、もうすぐここに戻ってくる頃じゃないかしら。じゃあここで待ってれば会えるんですね。うん、そうなんだけど、外来の方と話してるのを府庁に見つかると後がうるさいのよ。そうなんですか。大丈夫。あなた喫煙所で待ってて、村井さんにそこに行くように私から言っておくわ。本当ですか？ありがとうございます。
いいのよ、あなたは恩人なんだから。よし、この人を盛大に使っていこう。まず服を脱ぎます。喫煙所だって。じゃあしばらく待っててね。お願いします。うん、あの微妙にね、あのムービーになってるんですよ。よし、弱みを握ったぞ。あ、来た来た。村さん、なんかちょっと顔が怖く見えてきたね。村井さん、あなた、あの村井さん、もしかして真野さんのことを調べていることが病院の誰かにバレたんですか？それで私のこと知らないと言っているんですか？真野？バレる？一体何のことを言っているの？本当に記憶なくした？とにかく私はあなたのこと本当に知らないの。仕事があるのでこれで失礼します。あ、村井さん、行っちゃった。スナッチャーかな。なんだこの部屋は。あ、来ちゃった。お待たせいたしました、あずきれいかです。あずきかな、あつきかな、あげつ、なんかうさんくさ。あずきか、あずきれい相談事務所。来ちゃったよ。電話でもお伝えいたしましたように、当事務所のシステムは葉山様についておられる守護霊様と更新することで、葉山様の現在抱えているお悩みに対し守護霊様からの助言をお伝えするという方式をとっております。ここまでよろしいですか？はい。まず葉山様にどのような守護霊様がついておられるのか、少しお時間をいただきまして、私がこれから霊視をいたします。ご相談はその後ということになります。ここまでよろしいですか？はい。霊視の間、葉山様が緊張なさっていますと気が乱れて霊視の妨げになります。どうぞリラックスしてお待ちください。ここまでよろしいですか？はい。では霊視いたします。キエー、ポカリさんいらっしゃい。これは瞳が自分の中で俊平に話しかけてんだよね。ふう、なんかドキドキするな。様って葉山様、恐れ入りますが葉山様、からかわないで。本当は恐れ入ってないくせに。リラックスだってシステムだって守護霊だってくくく、守護霊だって笑ってるけど、あなただってもしかしたら似たような。葉山様。はい。あ、一応ちゃんとしてんじゃないこの人。ダリさんいらっしゃい。今日からやってます。先ほども申し上げました通り、葉山様の気が乱れますと霊視の妨げに。はい、わかりました。リナスケさんいらっしゃい。顔に出てるかな。ほら、怒られちゃったでしょ。イカ様だ、茶番だ。こんなのは茶番だ。そんなことわからないでしょ。なんでそういう言い方するの。だったらあなたの方が茶番よ。茶番じゃない、僕は茶番じゃない。だからアゲツ先生だって違うんじゃない。ならか、とにかく静かに話を聞きましょうよ。はい。葉山様、ごめんなさい。お、ドクンドクンしてる。すごいな。おい、なんでだ。なんだろう。すごいな。え？
言い当てた。アゲツは言い当てた。うん。名前は知ってたから、君の気の乱れを言い当てた。そういえばそうね。モノホンか？葉山様、本当にごめんなさい。霊視が終わりました。あ、はい、葉山様の守護霊様と交信できました。お聞きしたいことをどうぞおっしゃってください。はい、なんて言ったらいいのか。あずきか。あげつって呼んじゃうな。あと30分いけそうですね。あと30分延長します。まだ眠くないや。どうぞ遠慮なさらず。つまり沢原様。スタンド能力は、瞳はなんて言うんだろう。わかりました。病院で妙な霊を拾ってきてしまった、そういうことですね。と言っちゃうの。と言いますか、霊なのか何なのか、その正体が知りたいんです。未来の旦那様が無職なんですけど。素直に話したっぽい。ちょっと守護霊様に聞いてみます。あなたの中にいるという魔能という方は、葉山様が心配なされているような霊的な存在ではないようです。名前言ったっけ。なんて答えようかしら。言ったのかな。じゃあ何なんですか。何かもっと複雑で科学的なもののようです。なぜそうなってしまったのか、原因はやはり入院中にあるようですが、別に害はないようです。むしろこれから出会う危険などから助けてくれる存在である、そう守護霊様はおっしゃられております。助けてくれる。はい、ただ今後危険なことのほとんどは魔のという方に原因があるようですので、十分注意は必要だともおっしゃられております。あ、じゃあ本当に守護霊さんに話しかけてる。そんな、マノさんは私から出す方法はないんですか。ちょっと待ってください。マノさんの正体を突き止めれば道は開けるそうです。他に何か。他にって、マノさんの正体はわからないんですか。新聞、新聞とさっきから聞こえます。何かそのことに関係がありそうです。新聞か、さっきあったな。そうか、マノさんが事故か何かに遭っているとしたら、きっと新聞に載ってますよね。あるいはそういうことかもしれません。わかりました、ありがとうございます。他に何か聞きたいことはありませんか。いえ、もうありません。ありがとうございました。明るくなったな、瞳。じゃあ本当に守護霊に聞いたのかな。マノの視界はどうだろうね。ぼんやり本当に幽体離脱みたいに見てるか、瞳の意識だけにいる存在なのか、おいくら取られたんだろう。あずき先生についてきてみて方。さて、ここなら古い新聞も見れるわね。じゃあ調べてみましょうか。あそこで見れるのね。じゃあ始めるわね。お、いきなりなんだけど、無職男性首吊り死。え、いきなりヒットしたやめてくれよ。みんなが無職って言ったんだよ。ちょ、これ読んでみるね。丸ボタンで新聞読めるんで。
これなら気分感に頼んだ方がよかった。無職男性首吊り死、リストラによる再就職に悲観。23日午後、マル氏のマンションの屋上に通じる階段付近で首を吊って死んでいた男性は、マル氏の調べで24日、ケークの無職男性過去35歳と分かった。男性は22日夜から家を出ており、23日昼ごろ、家族からマル氏に捜索願いが出されていた。この男性はリストラの煽りを受け、再就職に悩んでいたという。無職の男性が、あ、確か真野さんも無職でしたね。でもあなたは事故に遭ったって言ってたから、これは違うわね。ということになりました。おお、怖い怖い。聴取中に、自殺未遂、N 県警事故危険日、うん、放火犯不起訴。なんかいっぱいあるな。なんかにゃんこの絵が右下に。逃げ遅れ中学生焼死。S 県の黒焦げ遺体。怖いな、なんか。刺殺容疑者自殺。電車に接触、女性大怪我。男性と、あれはなんて書いてあるんだろう。なんちゃらに落下。これ読んでみようか。あ、線路か。電車に接触、女性を怪我、男性と線路に落下。19日午前8時ごろ、 M 市の Y 線 M 駅構内のホームで男女2人が揉み合っているうちに線路へ転落。 M 市の女性銀行員24が下り普通電車にはねられ右足に重傷を負った。ゼミウスさん、ミコロさん、いらっしゃい。揉み合う、揉み合い、足の重傷でよかったね。幸い。 T 署の調べでは女性は以前交際していた男性と揉み合っているうち男性と線路に転落した。男性はホームに上がり無事だったが女性は逃げ遅れた。なんてやつだ。何があったのか知らないけど自分だけ逃げるなんてひどい男の人ね。お、思う、思うか。すべての男がこんな男だと思うか。もちろんそんなこと思ってませんけど、私はこんな時でも助けてくれる人の方がいいな。じゃあ次を見ましょうか。純粋な瞳。クレーン車に、追突、大惨事、4人死傷。バスにはねられ死亡。なんかえぐい新聞記事ばっかりだね。ゆうさん、いらっしゃい。そうだね、瞳の事故も普通になんか車にはねられて、またなんか本当だ。野良猫のお手柄、泥棒捕まえる。まさか、読みたいな、あの記事。どうやって捕まえたんだ、にゃんこが。すげえな。これは死んでるな。横断中はねられ死亡。まあ短いしちょっと全部読んでいこうか。こっからだよね。クレーン車に追突、大惨事、4人死傷。12日午前、夜ですね、12時20分ごろ、 E 市 R 町環状7号線で E 市 M 市大生岡野優斗さん23歳の乗用車が道路左側に停車していた H 県 S 市の会社員藤井勝さん過去42歳の大型クレーン車に追突した。この事故で岡野さんの車の助手席にいた妹の高校生18歳が全身を強く打って間もなく死亡したほか、大学生と後部座席の大学生の妹の同級生2人が足や顔の骨を折るなどの重傷を負った。まだ私と同じ高校生なのに死んじゃうなんて。瞳は高校生。
バスにはねられ死亡、横断歩道を歩行中の3時。これにあれかな、もしかしたら俊平の名前が出てくるんだろうか。武蔵さんいらっしゃい。うん、ありがとう。なかなかね、なんか謎が深まる会話しながらですけど、ひとみちゃんと情が湧きますね。うん、高校生みたい。ひとみ OL だと思った。犯人というか、まあ俊平の正体となぜこういうことになったのかっていうミステリーの部分ですよね。どんでん返しがあるかもしれないし、バスにはねられ死亡、横断歩道歩行中の3時。6日午後11時30分頃、京県警視 S 区の市道交差点横断歩道を横断中の同市道区会社員、白山誠二さん、正史さんかな、29歳が、回送中の警視市営バスにはねられ、市内の病院で脳挫傷のため死亡した。ひどい話ね。そんだけ。バスにはねられ死亡、これまた別だ。見通しの良い直線道路で横断中はねられ死亡。1日午前、0時20分ごろ、 T 市の市道で同市 A 区会社員南條、太さん53歳が、道路横断中乗用車にはねられ全身を強く打って間もなく死亡。 T 市は、乗用車を運転していた道区市立大浜田俊一容疑者、若いですね、21歳を業務上過失致死の現行犯で逮捕した。現場は見通しの良い直線道路で、信号や横断歩道はなかった。犯人は猫。今日も黒さんいらっしゃい。事件か事故かも分かってない。うん、便利な車も乗り方一つで恐ろしい機械になっちゃうのね。みんなも気をつけてね。車、女性の死体遺棄。今度狐になってるよ、右下。女性の遺体死体遺棄、公開捜査を本格的に開始。経験 Y 市の公園で、8日、市大生有馬美月さん過去21歳の遺体が見つかり、経験刑は12日、遺体や現場の状況から殺人死体遺棄事件と断定し、M 署に捜査本部を設置した。調べでは、死因は、頸骨ですかねの、骨折による即死。付近に転落するような場所もなく、手で殴られたか足で蹴られたような骨折が体中にあった。リンチか。有馬さんは8日午前、 Y 市内の公園のベンチに座った状態で見つかった。怖い事件だな、これは。なんでこんなひどい事件が起こるの。なっちゃん見えない。夏、なっちゃんにゃんはこんばんは。泣かないの。はい、ごろん。なっちゃん声聞きたいって。なっちゃん、うん、母ちゃんもっと、母ちゃんもっと、もう疲れた。あ、これは読んだか。あ、パンチ探検隊さんいらっしゃい。お、今日 Y 誕生日だ。というわけでパンチなにゃん今日はピンクということにしています。いらっしゃい。もっと強く。夏目絶頂タイムですね。マウス舐めてる。この記事はもう読みたくない。はい。弟が姉を、強打殺害、殴った。これなんて読むんだっけ。ゴーダ、強打。容疑者22歳、黙秘を続ける。おこんぽん、あ、オーダか。おこんぽん、おこんばんぽす、いらっしゃい。読めんかった。瞳に告白成功すればクリア。
TGI の出版社勤務の女性23歳が殺害され、自宅玄関で見つかった事件で、T 県警と M 署の合同捜査本部は4日、午後殺人容疑で被害者の弟、次大生22歳を逮捕した。調べによると、次大生は2日、午後10時ごろ TGI の自宅で姉を金属バットで殴り殺害した疑い。これも嫌な事件ですね。次大生は黙秘を続けている。どうして兄弟でこんな、お、他人だ、信じられる。他人か、他人だ、他人じゃない、信じられる、信じられるか、信じられない。こんなことを信じられるか、信じたくないって言うしか。だって助け合うはずの兄弟が。じゃあ次を見ましょうか。浪人生女性を殺害、 S 県で保険金詐欺事件。あ、戻った。俊平関係はないな。一応じゃあ全部読まないとダメかもしれないですね。兄弟関係性もそうだね。相手ちょっと選択肢があると関係あるのかなって思っちゃいますね。浪人生女性を殺害、交際歴なし、殺害の動機不明。 S 県有志、 A メガネ販売、 A メガネ販売員、根岸、ひろみさんって読むのかなこれ、24歳が殺害された事件で、 T 県警は S 市軽論議生、奥崎、なんて読むだろう、あり、奥崎、一文字でなんて読むんでしょうねこれ、ゆみ、はい、あ、そっか、ゆみか、あり容疑者、あゆむ、ありかな。22歳を殺人死体遺棄の疑いで逮捕した。奥崎容疑者は昨年12月下旬、根岸さんが勤務する経験内のメガネ販売店でコンタクトを購入。根岸さんと顔見知りになったと供述しているが、交際歴はなく、ストーカーか、殺害の動機などは不明。ありかかなと、ありか、交際ってことは男ってことだよね。うん、新聞を読むゲームではない。今ね、調べ中です。達成率はないんじゃないかな。本当にひどい、こんなことできるなんて人間じゃないみたい。完全に人間だろう、この男は人間だろう、多分人間だろう、完全に人間だろう。分かってる、だから悲しい。じゃあ次を見ましょうか。保険金詐欺事件。S 県警 N 署は16日までに故意に交通事故を起こして、保険金を騙し取ったとして、 S 県警交通指導課と N 署が詐欺の疑いで指名手配していた住所不定無職、角田伊佐夫ですかね、容疑者45歳を逮捕した。この偽装交通事故をめぐる、偽装交通事故めぐる保険金詐欺事件では、他に4人の男性が詐欺容疑で逮捕され、すでに刑が確定している。こういうずるいことって大嫌い。やめるっていうのもあるね。聴取中に自殺未遂、事故の責任を取る、ナイフで手首を切る。20日午後11時10分ごろ、 H 市 S 町の国道157号の道路工事現場付近で追突事故を起こし、警察の事情聴取を受けていた H 市内の自営業の男性54歳が、自分の車内で待機中に刃渡り6センチメートルの果物ナイフで手首を切り自殺を図った。男性は軽い怪我で事故の責任を取ると話していたという。
うん、誰か死んだのかな。関係ないみたいね。でもこんなことしたって事故の責任は取れないわよね。事故危険日、今日は朝までやるの。12時までですよ。あと20分。名前が出てない記事のはなんか怪しい。なんかバッチリね、俊平の名前があったらあーってなるんだけど。でも何かしら関係ある記事はねありそうだよね。ここまで探させると。事故危険日、この星座に生まれた人は何日に交通事故をよく起こしていますというような注意を呼びかけた。いやですね、自己診断カレンダーを N 県警が今年も配布した。余計なお世話だよねこれね。過去5年間に県内で発生した約6万7000件の、なっちゃん、なっちゃん見えないよ、人身事故のデータを収集。事故を起こした人の生年月日などから星座別男女別の事故多発日をコンピューターで割り出し、毎月それぞれの星座で事故が多かった上位2日を要注意日として表示している。うん、久々平日の2時間ですね。己 N 犬、犬の記事がなかった。これって当てになるのかしら。星占いで事故防止、画期的なのかな。ただのデータだよね。所詮過去のデータだ。思考ってなんだよ。まあそうですけど。じゃあ次を見ましょうか。ちょっと俊平つまらないキャラになってるな。放火犯不起訴。1月中旬、 C 市 H 町のアパートなど2棟を全焼した火事で、 T 地検は8日 H 署が現住建造物等放火容疑で逮捕、送検していたアパートに住む無職男性を、無職出ましたよ。鑑定の結果、事件当時は心神喪失状態で、刑事責任は取れない。おや、無職に反応してしまうね、として不起訴処分にした。うん、放火、真野さんには関係ないか。放火した、選べる。僕は放火した。怖い選択あるな。僕は何回も放火した。僕はこれまでは放火した。胸を張って放火した。言っちゃおっか、展開あるか。僕は黙々と放火した。胸を張って放火。僕は何回も放火したよ。それ本当なの。冗談だ、覚えていない。てんてんてん、実際覚えていない。だったら変な嘘をつかないで。本当に驚いたじゃない。じゃあ次を見ましょうか。逃げ遅れ中学生少子。18日午後10時50分頃、経験経心無職無職多いな、元木丈一郎さん49歳型の2階から出火、木造2階建てを全焼し、焼け跡から、元木さんの次男で S 中2年の、伊佐尾くん13歳が焼死体で見つかった。元木さん方は、5人暮らしで、出火当時家には、伊佐尾くんしかいなかった。同所で出火の原因などを調べている。出火の原因がわからない。うん、痛ましい事件ね。でもあなたのことではなさそうね。黒焦げ遺体、あともうちょっとか。清しかも伊沢じゃなかった。S 県の黒焦げ遺体、容疑者は元同級生の会社員。 S 県無視で1月末 S 市会社員戸田浩一さん32歳の焼け焦げた遺体が見つかった事件で、 T 県警と S 県警は9日、強盗殺人と死体損壊、
死体遺棄の疑いで同氏会社員中川三郎容疑者32歳を逮捕送検した。中川容疑者はギャンブルで借金がかさんでおり、金目当ての犯行とみられる。中川容疑者は戸田さんの小学中学高校時代の同級生だった。ギャンブルって怖いね。本当に怖いのはギャンブルそのものじゃないけど、これも関係ない。刺殺容疑者自殺、容疑者死亡で書類送検。C 県 A 町の雑木林で5日、男が首を吊って死んでいるのを付近の住民が発見した。男は A 町に住むトラック運転手、平野隆容疑者48歳と判明。 A 町では先月21日、坂店で中原裕二さん41歳が刺殺される事件があり、平野容疑者に逮捕状が出ていた。自殺したということか。ナナプルさんいらっしゃい。死んじゃったら償えないよね。あ、これで一通り読み終わったことになるわね。もう読まないでいい？うん、もういい。有力なものはなあ、なかったなあ。そうですね。ふう、なかなかそれらしい記事ってないわね。今日はもう疲れたわ。続きはまた今度にして、今日は帰りましょう。午後2時。うん、新聞言ってたのにね。セーブが初めて出ました。セーブします。はい、できたかな。なんか可愛らしいセーブですね。じゃあ1にセーブします。そういえばメニューがあるって言ってたよね。第1章。え、まだ第1章。かまいたちっぽい。そういえば開いてないわ。開いてみよう。ちょうどいいタイミングなんで、あとは、およ、アナザーマインド。お、制服だ。第2章が始まった。ティアマットの呪い。え、呪い。やめろ、やめてくれ。夢見悪くなったな、瞳。変な夢。おはよう、瞳。見ました？見た。君の中にいるからな。ふう。まだ心臓がドキドキしてる。おしっこ漏らす。これも真野さんのせいなんですか？わからないけどな。そうそう、僕のせい。一定以上なんて悪い状態もありますよ、マナさん。俺が気持ち悪いか。当たり前ですよ。自殺にしろ何にしろ、あんな高いところから。今日から学校なのに、お、学校パートか。嫌な夢見ちゃったな。でも悪い夢とかって逆にいいことの前触れだって言うし。そう思う？みんなは。私は昨日すごくね、高熱が出る夢を見たんですよ。初めて40度超えの熱が出る夢を見て、若干ふわふわ、夢の中でもふわふわしてる感じがあって、まあ、頭の奥で風邪ひかないようにっていうなんか不安要素があるから、そういうのを夢を見たのかなという、境目という発想はある。本当に悪い夢は不安の表れでしかない。私もそっち派なんだよね。
だから要は悩んでたらそういう夢を見ちゃったりさ、うん、やっぱ思えない。うん、暖かくして寝よう。瞳はなんか変にポジティブだな。深く考えないようにしようっと。そうか、じゃあ瞳制服に着替えようか。メニューって見れるかな。三角ボタンだったよね。1日目。この通学路も久しぶりだな。今これ話しかけられますよ。怖い夢ばっかり見る。いらっしゃい。お、メニュー開けます。すごいすごい。アドレスってことは電話がかけれる。村井香織さんですね。なんか可愛らしいですね。ちょっと意外です。最初に、真野俊平という方はこの病院にいますか調べてもらおうとした時に、あの妙に悲鳴を上げる描写がこう頭の中に入ってきて、村井さんそれからどうも記憶をなくしたかおかしいことになっている看護婦さんです。ギャルゲーモードで、ルミルミとサルですね。これはね、警察官の方々です。で、あの結局霊安室に看護婦さんが縛られてたのも結局わからないんだよね。原因とかやっぱりあのパチンコの逃走犯だったんだろうか。村井さん見てみましょうか。27歳だって。特技採血。私の担当看護師さん、この人の笑顔私すごく好き。優しいしつい甘えたくなっちゃう。うん、魚座だって。私と一緒だ。食いしん坊万歳は、あ、全然分かってない。刑事さんその1、ベテランだと思う。お茶屋さん食いしん坊。一応ギャグ要素あるじゃん。ちゃんと書いてあるよ、食いしん坊入れてますね。猿は猿渡りじゃん。食いしん坊正解ですね。刑事さんその2、ドラマに出てきそうな刑事さん。マリコが気に入りそうかな。お友達かな、マリコ。番宣しっかりしてますね。あとね、マップっていうのがある。自宅、あずき霊相談事務所、図書館、そして病院ですね。ここは選択がない。スケジュール。かわいい。なんだなんだ、これが女子高生の手帳というものか。3月23日、1ヶ月も気を失ってたらしい男の人と話をする夢を見た。24日、また変な夢を見た。村井さんに調べてもらう。25日、マリコがお見舞いに来てくれた。友達だ、リハビリ。26日、村井さんがいなくなった日ですね。謎の男に追いかけられる。検査の日。私、高校の時とか手帳つけてなかったよ。27日、初めて、なんちゃら昨日のことを聞かれた。警察の人かな。刑事さんにって書いてあるかな。なるみさんと猿渡さん。謎の男は、患者さん。リハビリリハビリ。30日検査の日。31日マリコがお見舞いに来た。そして、4月2日に退院しました。で、4月の4日に、もう一度真野俊平という患者はいませんかって言ったらもういなかったと。で、村井さんにもう一回話しかけると、もう本当に記憶がなくなっているような感じ。私もこんな可愛く描けないですね。この子はね、あの事故にあって意識不明だったみたい。昏睡状態、重体ではなかったみたいなんですけど、だから2月23日になるのかな。1ヶ月も気を失ってたって言ってたから。んで、で4月6日は本当は、始業式のはず。もう学校が始まってると。
で4月8日にもう一度病院に行ったらやっぱり村井さんが変だと。で11日に、あずき霊相談所に行ってますね。お、細かく見れますよ。真野さんは幽霊じゃない、霊的なものではなく科学的なもの、霊的なものではなく、あずき先生がおっしゃってた新聞を調べに行くことに、どうか手がかりが見つかりますように。今日はそうだね、ここまでかな。だいたい衣装が2時間ぐらいなのかな、このペースでいくと。でなんか暗い新聞ばっかり見て、このにゃんこのマークなんだろうね、今日ってことかな。スクラップ、え写真があるぞ。にっこり看護婦さん、大きくはならない看護婦さん、ほとんど寝てた、もうそのまま寝ちゃおう。愛車くん、盗撮やで、コンフィグでいろいろありますね。うん、ちょっとじゃあ最後話しかけてみようか。この通学路も久しぶりだな。あー学校か、なんだかドキドキする。なぜ？真野さんはそういう風に緊張しないんですか？緊張しない。なんかちょっと変わったね、カーソルが。え？真野さんって神経が結構ずぶと。と、なんでもないです。真野さん、学校ではおとなしくしていてくださいよ。いやもう。俊平うざいキャラになってる。まあ私がプレイするとこんな感じですね。お、彼氏か、あ違うか、あの人何を見てるんだろう。まああまり進めると後が気になるんで、今日はこの辺りにしましょうかね。全然予想がつかないね、これからどうなるのか。急にテンションがアップ。あれはなんだろうね、ああいうアーチ状の門みたいなもんかな。結構大きい学校だな。どうだろうね、ゲーム自体は短いって書いてあったんだけどね。どう終わるんだろうか。全然まだ一部しか出てこない。シェフまだ出てこなかったですね。てかシェフなんですかね、この人は。洞窟物語です。